では次に、富士青春市民大賞のエントリー受付開始についてを発表いたします。昨年度まで実施しておりました青春大賞のリニューアルを図り、ブランドメッセージを掛け合わせた事業として、本年2月から富士青春市民プロジェクトを展開しており、PR ポスターを制作するとともに、9月8日からは専用ウェブサイトを開設いたしました。富士青春市民とは、自分なりの頂を目指して一歩を踏み出す人、その歩みを応援する人、とにかく富士市のことが好きな人のことであります。このような中、本日10月11日より富士青春市民大賞のエントリーを受付開始いたしました。富士青春市民大賞は、富士青春市民の自分なりの頂を目指して一歩踏み出した取り組みを多くの人に知ってもらうことを目的に実施するものであります。エントリー期間は11月30日までに、自己推薦部門と他社推薦部門の2部門となっております。エントリーいただいた富士青春市民の皆様の取り組みを、富士青春市民専用ウェブサイトに掲載し、ウェブサイトをご覧になった皆様の投票により、平成30年2月25日に行われる富士青春市民ミーティング当日に、今年一番輝いていた富士青春市民を決定し、富士青春市民大賞として表彰いたします。青春市民の一人一人が踏み出した小さな一歩を多くの皆様で共有し、その取り組みを市民みんなで応援するという素敵な街を目指すために、ぜひ多くの皆さんにエントリーしていただきたいと思います。